皆様、今日も稽古の放課後へようこそ。このシリーズは皆様にゆったりとラジオ感覚で聞き流していただきたくて、あえて顔を出しておりません。毎回音楽にまつわる話やその他もろもろトピックを変えながら、私のたわいのない雑談にお付き合いいただければ嬉しいです。今回のトピックは、春を感じるジャズの曲3選ということで、3曲ご紹介していきたいと思います。まず最初にですね、これはジャズのスタンダードで有名な I'll Remember April という曲です。放題では4月の思い出という曲、題名がついています。春なのにですね、この曲はなぜか、歌詞が過去の恋人に対して、4月の時は良かったよね、あの時君は僕のこと愛してくれてると言ってくれたよね、というような過去の恋人に対してのセンチメンタルな歌詞がついています。ちょっと弾いてみますね。こんな曲です。これは I'll Remember April という風に、昔の4月のことを思い出しているちょっと感傷的な曲になります。次は、2番目の曲はですね、 Joy Spring といって、これはそれこそ春の喜びを歌っている曲になります。この曲は割と皆さん聞いたことがあるのではないかなと思います。クリフォード・ブラウン作曲のジョイ・スプリング、ちょっと弾いてみます。こんな感じで本当に楽しそうな曲になってます。これ結構、16分音符とか8分音符が多いので、右手のメロディーが結構弾きにくい感じにはなっていますけれども、綺麗な可愛い曲なので、ぜひ皆さんもトライしてみてください。3曲目は Spring Can Really Hang You Up The Most という曲になります。題名が長いです。これはせっかくの春なんですけども、この春は私を最も憂鬱な気分にさせるわ、というような歌詞がついている曲になります。この曲はちょっとバラード風の曲なので、ペダルを使って弾いてみたいと思います。ということで、今日はスプリングとかエイプリルがつく曲を3曲ご紹介しましたけれども、なんとなんと、こんなウキウキした気分の春なのに、3曲中2曲が歌詞がちょっと切ないという、そういう意外な歌詞がついていました。ということで、今日のトピックは、以上なんですけれども、おまけでいつものように質問コーナーに行きたいと思います。先日子供を連れて三重県に旅行に行ってまいりました。三重県といえば、伊勢志摩ということで、伊勢神宮有名なんですけれども、なんと伊勢神宮のそばまで行って、ガイドブックを見たら、内宮と外宮というのがあるんですけれども、その片方だけをお参りするということは片宮参りと呼ばれて、あまり縁起のいいことではないという、ガイドブックに書いてる文章を見まして、ああでも時間はそんな両方回る時間ないわと思って、なんと
真横まで行っておきながら伊勢神宮には今回はお参りしませんでした。そして隣 の内宮の横にあるおかげ横丁だけ行って、いろんなものを松阪牛の串刺しとかですね、伊勢うどんとか、あと私の大好きな赤福のおぜんざいなんかを食べて帰ってまいりました。皆さん、伊勢神宮 の下宮と内宮を両方同じ時に回らないと良くないということをご存知でしたでしょうか。私はもう全然知らずに、確かあれ10年ぐらい前なんですけど、10年ぐらい前は内宮だけをお参りさせていただきました。で今回はですね、なんとそこまで行っておきながら、縁起が悪いんだったらお参りするのやめようという、そんな選択をしました。皆さん、伊勢神宮に行かれたことがある方はぜひコメントをお寄せください。の以前いただいたコメントのご紹介をしたいと思います。リフレッシュ方法についてのコメントをいただきました。美和さんからです。歌を歌ったり口笛を吹いたりされるということで、私はそこにも返信コメントに書かせていただいたんですけれども、口笛をずっと小さい頃から練習をしてはいるんですけれども、一度もまだ口笛を吹けた試しがないんですね。結構難しいなと、楽器を使うよりも口笛の方が難しいと感じております。ありがとうございました。そしてパキパキさんからは、私がギターケースをそのままにしていて埃をかぶっていたという動画に対してコメントいただいて、パキパキさんの場合はサックスを、予備のサックスをお持ちで、それをずっと箱に入れたままにしているとカビが生えたというコメントをいただきました。でそこにですね、タンポにカビが生えというふうに書かれていて、タンポってなんだろうって思って、わざわざ調べたところ、楽器のこうパカパカする部分だったということで、新しい知識を今更なんですけれども身につけさせていただきました。ありがとうございます。私も大学生の時にフルートを副専攻で取っていまして、3年間やっていたんですけれども、そのタンポという、あそこの部分がタンポと呼ばれるということについては全然知りませんでした。はい、いろいろと皆さんのコメントから勉強させていただいています。ありがとうございます。それでは今日も皆様、稽古の放課後に最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。また次回も新しいトピックをご用意して皆様のお越しをお待ちしております。今日も一日お疲れ様でした。また皆様にとって明日も穏やかな一日になりますように。